はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。冬原のさねかた遊んでございます、というような冗談でございますけれどもね、今回はプラナ、ファルツアイスのね、ヤシカコンタックスマウント、京セラが作っていた、プラナ 50mmF1.4、メイドインジャパンですね。まあ、今回初感というか初見レビューみたいなね、簡単なものをやっていこうと思います。で、作例をですね、少し前に撮りましたアメスナップですね、京都の、アメスナップだけでございますから、まあ、ロケーションも一つなので正式のレビューというふうに言ってしまったですね、少し、レンズにとって心外なところがあるかもしれませんので、今回は初見ということにさせていただこうと思います。こんな感じですね。1枚目2枚目3枚目というふうに、まあ全部見ていきましょうかね。まずはざーっと全部見てしまいましょう。ノートの方にですね、ノート .mu ですか、今 .com になったと思うんですけれども、そちらの方で、記事としてね、上げておりますので、写真をじっくり見たい、じっくりというか自分のペースでね、見たいとか、そういう方いらっしゃいましたら、そちらの方を見ていただけるとありがたいと思います。何枚か撮ってますね。あれ、ちょっと今遅れましたね。はい、これで最後だと思います。でですね、こんな感じですね。ボケに関してはこれは一段絞ってたと思いますが、柔らかいボケでですね、絞っても硬くなりにくい、非常に良い感じです。これかなり絞ってたと思いますが、絞ってもいい、で絞らないでちょっと緩い感じのね、でハイライトがこうふわっとボケるような感じの、非常にリッチな写りするんですけれども、しっかり光が、なんていうんですかね、室内とかで物撮りとかする場合にリッチな写りもちろんできますが、同時にこういう風な、まあ、ある意味で言うと写レンズみたいなね、感じもコントロールしようがありますね。白飛び、あとまあボケ、あとまあピント面はきっちり写りはするんですけど、まあそれはポストでね、いくらでも変えられるということで、いろんな表現があるレンズだと思います。これね、アンダーですね、これちょっと除外してもいいかもしれません。で、そうですね、ピントあえて外したりですね、でピント外したところのこのボケ方がですね、本当にこの奥のね、画面中央上のね、電柱右の方じゃなくて、本当に中央の、ほとんど中央の電柱奥の方あると思いますが、そのボケ方がね、ちょっと墨がよれてるみたいなね、日本語で言うと墨がよれてるみたいな感じをして、非常にいい感じです。こういう風に白いものがですね、まあ、富士フィルムのセンサーっていうのもあると思うんですけれども、非常にいい感じですね。あと色が素直ですね、この赤とかはね、色が良い。ニコールのですね、オールドレンズも私よく使うんですけれども、ちょっと色が、まあ、素直じゃないことが多いんですよね。サイスに関しては色が使いやすいっていうのがありますね。あとこんな感じですね、あえて白飛びさせて、まあ、ぼかしてっていう感じですね。ちょっとブラした時とかに、まあ、リッチなレンズじゃない感じがしますよね。臨場感とか、まあ、即時性みたいなものをね、映すことのできるレンズとなってますね。
まあ、雨のテカった感じとかね、もちろんプルプルプラナなんて言われますから、水物は得意でございますから、雨の日なんていうのはね、お手の物といった感じでございましょうか。あとこれもピンボケしてるんですけども、このピンボケした時のちょっと外れた感じがですね、いいですね。まあ、人によってはカールツアイスのレンズは日本のレンズなんかと違って、はまらなかった時のダサさがこうひどいみたいなね、ことをおっしゃる方いらっしゃいますけれども、私はですね、そのダサい感じというか、このはまらなかった時の、これもちょっとピント甘いんですけど、どこにあったのか分かんないみたいな感じなんですけど、そのねダサさとか一歩引いた感じっていうのが、特にもう本当に現代ですね、本当に2010年以降の現代の写真の流れの中においてはいいのではないかなと思ったりしますね。まあ、それまでは技術とかそういったもんのことだったんでしょうけど、最近の写真家の傾向としてはですね、写真家というか、まあ写真の賞を取ったりする方の傾向といたしましては、やっぱりあの引き算というかね、そう、何を表現するのかっていうのも分かってて、で写真はその手段でしかなくてっていうことですよね。そういったことの住み分けというかですね、そこの何て言うんですかね、捨てるものをどれだけ捨てられるかっていうことが大切だと思うので、これはですね、まあこのボケ方みたいなのがですね、黒の染み出すようなボケ方するんですね。まあ、ある意味ではこの光学上そんなに良くないかもしれませんし、まあ日本のね、ニコンとかキャノンとかのレンズの方がでラグジュアリーな写りするかもしれないんですけれども、やっぱりこういう墨が垂れたみたいな表現したい場合はですね、もうこれしかないって感じですね。ポストですることはできないですからね、ほとんど難しいですね。これはどうなんでしょうかね。こうやっぱり近い方が迫力が出てますけど、構図的には特にいた方がいいですよね。でこちらはこれオレンジが傘に反射してる、でこれ白ですね。まあ画面に占める面積としては小さいけど、これが一番もしかしたらいいかもしれませんね、分かりませんけど、まあ、そんなにいい写真ではないですね、もともとね。これもあえて斜め構図で、この斜め構図がなんで成立するかっていうと、まあそんなにいい写真ではございませんけれども、一応成立する条件としては、この、まあ、人が歩いてるから、歩いてる方向にこう何て言うんですかね、一つの重力を持たせるっていうのと、あと右側のなんかこう、看板みたいな、三角形の看板がありますけど、そこで重力が抑えられてるっていうところですね。それによってですね、この斜め構図が、まあ、ある程度なんていうんですかね、整合性を持ってるっていうことだと思うんですけれども、まあ、これもそうですね、この三角形があるから同じように傾けてますよね。でこれは重力は分かりにくいやつなんですけど、まあ、一応後ろのビルとこのトラックの傾きをですね、両方向両成敗というか相殺した時に直線になるように撮ってますね。この傘の使い方っていうのはこう一般的なんでしょうかね、非常に面白いと思いました。まあ非常に、まあ、まあまあまあ面白いと思いました。これまあコントラストですね、これは状況的なコントラストをつけております。でこういうふうにね、開放から2段ぐらい絞ってたと思いますけど、まあ要するにニッパチですね、ニッパチぐらいに絞ってたと思うんですけれども、まあそうですね、こういう質感の表現とかも結構できてですね、これなんかニコン的ですよね、どちらかというと個人的にはそう思いました。ニッコールの 50mmF1.4、っていうのも、まあ今度時間があればというか機会があればレビューしたいと思うんですけれども、まあそんな感じのイメージがあります。これもそうですね、なんかニコン的ですよね、ちょっとガリガリの感じを出していく感じが、この金属の表面の描写とかが F2 とかニッパチの間ですね、そこら辺ではニコン的な表現になるのかなといった印象がございます。まあこれはただハイライトですね。だからそういうのを持って空気が映るとかいう風な表現をするのかもしれませんね。このもやのかかったところがこううまく表現しやすいのでね、特に開放にした時とかに。これもですね、奥の、 高島屋だと思うんですけれども、まあ、京都の高島屋なんですけど、
ビルがですね奥に行くにつれて少し霞んでるような表現ができてるんですね。まあ、それももちろん雨だったからっていうのはあるんですけれども、そこの表現のこのハイライトの度合いがですねサイスはうまいんじゃないかなと思ったりもします。これもピンボケですね。優しいですよねボケが本当に。これそんなに描写的に良くないですね。これはまらなかったですね。何がダメなのか、ピントがずれてるのか、もしかしたら胴体ブレしてるのかもしれませんね。これも写真としては全然面白くないんですけども、まあ、ハイライトの描写ですね、あと反射の描写、あとピントのこう何ていうんですか、入っていくところのちょっと描写の荒れた感じとか、まあ、金属のハイライトですねっていう感じが分かると思います。作例としてね、まあ、構図も一応その面白くない被写体なりにですね一応頑張ってはいるんですけれどもって感じですね。うん、でこれはですね少しノイズが乗っちゃってます。非常に暗かったのにノイズが乗っちゃってるんですけども、ボケの感じですね見てみました。うん、この濡れた感じね、反射した感じ、あとハイライトのこの抜け方がね非常にある程度もったりしつつも割り切るってところは割り切るっていうね、非常に絶妙なバランスできてると思います。これもそうですね、自分の写真は面白いとかいうのあれですけれども、これ反射してる方が実像よりもなんかこうパッキリ写ってるっていうのが結構面白いですね。なんででしょうかこれ。単純にそのピントの位置が反射した方が合ってるのかな。なんでかちょっとよくわかりませんけど、あ、もしかしたらカメラを右に振っちゃってるのかもしれませんね。影というか反射の方を優先してカメラを右に振ってるから胴体ブレしてるのかもしれませんけど、でもまあ右に振ってる感じには見えませんけどね。まあどちらでもいいんですけれども、なんかこう反射の方が人の話ですけどもきっちり映ってるような気がします。これほとんど同じ位置ですね、ほとんど同じ位置から奥でシルエットを撮った感じですね。まあ、この黒のにじみ方、白黒も合います。色もいいんですけど、この写真はそんなに色が良くないですけど、全体的に色がいいってことですね。でこう前ボケも必ずしもその何ですか、スペック的な意味で綺麗かどうかは別として、写真表現としては綺麗な前ボケ出ますので、もちろんね F1.4 なんでいくらでも操作が可能です。うん、でこの甘いボケですね、あえてピンボケさせるのにも非常に合っていると個人的には思います。あとこの白のねにじみ素晴らしいですね。うん、ここの白の空気の表現もですね、もうこれは画面内で起こってることっていう意味ではそんなにとか、まあ、全く面白くない写真かもしれませんけど、この絵面はね非常に気に入ってるんですね。絵面というかこう空気感、あとまあ光の反射、あと路面の描写って意味で作例ですのでね、今回レンズのレビューですので載せてみました。うん、もうなんでこんなのが撮れるのか不思議なぐらいですけれども、すごいですね。ハイライトを撮る時点でちょっと割り切って上に振ろうっていうのは思ってるんですけども、それにしてもですねハイライト飛んだ時の割り切り方っていうのがですね決して
あのデータ的に飛んでいるというかですね、なんかこうセンサーが小さくて飛んでしまっているって感じではなく、もうあの撮れるんだけど飛んでますよっていうのが絵面からも分かりやすいですよね。あえて飛ばしてるんですよっていうのが分かりやすい表現になりますよね。でこういうふうにそのきっちりですね、これ比較的きっちりこう車の表面とかを撮るんですけど、そういった時のこうラグジュアリー感はもちろんもう当たり前のように出ますね。まあ、こういった写真がいいかどうかは別としてね、こういうのも出せるし、なんか作品あり、作例ありましたか？なんかあったかどうか分かりませんけど、こういうふうにどんよりと見せることもできるし、こういうふうにぼかしてね、いろんなあのざわざわっとした表現もできるしっていう、表現の幅が非常に広いレンズだと思います。あとこれもざわざわっとしてますね。このトゥルッとしたいうふうに、表面を表現することもできますし、ざわっとすることもできる。でね、悪いところっていうのがね、本当にね、あの全然忖度するわけでもないし、まずあの京セラはもうレンズ多分作ってないと思うので忖度しようがないんですけれども、あの本当に私個人的に好きなだけなんですけれども、まあこれですね、これもニコン的な表現ですけれども、そんなに硬い感じになっちゃってるかなっていうのはありますね。だから悪いところはねほとんどないに近いですね。まあそのどんなレンズかっていうのを分かって買う分にはね、でも分からないで買うと、ちょっとボケがですねにじむ可能性がありますっていうのと、あとまあ条件が揃わないとなんかこう普通にニコン買った方がいいような表現になる場合が、まあ、たまにありますっていうのと、あとは何ですかね、まあ、小さいしそんなに重くもないし、あとまあマニュアルレンズですね、まあそれは分かって買うので大丈夫だと思うんですけれども、あとは何でしょうかね、悪い点としては、ああそうだ、あの手裏剣ボケになります。ボケがですねちょっと絞ったところだと、あのまあ今回の作例では全然そんなこと問題にならないんですけども、だからどういった場合に問題になるのかっていうのは私もよく分かんないんですけども、まあどうですかね、転光源をなぜかその微妙なあの、絞りですね、2とか28とかで撮りたいような場合にはあの修理券ボケになってしまう可能性がありますけれども、まあ、それも分かって買う分には全然問題ないことだと思います。ということでね、まあ今非常に安いんでね、カールズアイスのヤシカコンタックスマウントのレンズは基本的に安いので、この 50mmF1.4mmJ だったと思います。ちょっと確認してみますね。ですね、私が持ってるのはですね、レンズメイドインジャパンですね。で、絞りはすべて白色で書いておりますから AEJ だったと思います。それでですね、最後に音ですね。レンズのある程度大切な指標となると思うんですけれども、最後に音ですね、少しだけお聞かせしたいと思います。まずは絞りから。こんな感じです。非常に良いと思います。で、状態もですね、私の持ってるのは普通の状態だと思います。特殊な感じでこういう音になってるんじゃなくて、まあこんな感じの音が全部するんだろうなって感じです。で、次ピントリング、非常にいいですね。なんかの動作自体はぬめっとした感じで、これはまあもちろんスカスカになっちゃってる個体っていうのもあると思うんですけれども、まあちゃんとね、油が塗られた状態ではいい感じに動くと思います。で、まあ全部もちろん金属ですね。もうほとんど金属。もしかしたらこの、リングですね。リングの、その
なんていうんですか、表面のところだけちょっと使いやすいように硬いゴムになってる可能性がございますけれども、まあ全て金属で、名盤もですね非常に綺麗な感じでございます。そんな感じでね、カールズアイスプラーナ、50mmF1.4、シリアルナンバーは5942943でございましたけれども、初見レビューですね、やってまいりました。ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。藤原の実方遊んでございました。さようなら。